本日はですねクラブチッタのサウンドシステムについてご紹介していきたいと思います。皆さんライブハウスだったりとかコンサート会場行かれる方もいらっしゃると思うんですけども、なかなかですねプロが使っているような音響機器まじまじと見る機会ないと思うので、この機会にですねぜひ紹介したいなと思ってこのような動画を撮らせていただきました。まずですね、クラブチッタの音響の心臓部といっても過言ではないんですけれども、デジコの SD8 メインのコンソールを、紹介していきたいと思います。このようにですねたくさんのフェーダーとボタン、つまみと、いっぱいあって、何が何だかちょっとわからないと思うんですけれども、これらを使ってですね、音響の方っていうのは、まあ、音を加工したりバランスを整えたり迫力のある音を作って皆さんに届けるっていう作業をこのタクを使ってしています。はい、それでは横のラック見ていきましょうか。こちらスマート音響測定機器ですね、音を、こちらの波形にしてこの画面で見ることができます。こちらレイクシステム EQ ですね、スピーカーのイコライジングなどこちらで調整することができます。それではエフェクター紹介していきたいと思います。いろいろな加工がこちらでできるんですけれども、代表的なもので言いますとディレイだったりリバーブだったりエコーだったり、こちらでかけることができます。SD8 の中でもですね内蔵のエフェクターがございまして、そちらを使ってエフェクトをかけることもできるんですけれども、こういったエフェクターを使って幅広い音作りを、可能にしています。はい、それではですね実際に音を鳴らすまでの過程を見ていきたいと思います。まずはですねスピーカーがしっかり鳴っているのかというところをチェックしていきたいと思います。ピンクノイズと言われる、砂嵐のような音ですね、ザーという音なんですけれども、そちらをスピーカーの方に送って、スピーカーを一つ一つ鳴らしてチェックしていきたいと思います。今タクから、スピーカーの方に信号が送られている状態なんですけれども、こちらのパソコンを使って、スピーカー、今すべてミュートされている状態ですね、音が鳴らない状態になってます。それをですね、今クリックしているところが緑色に光ると思うんですけれども、この今緑色に光っているところだけ、音が鳴っているよっていう状態になってます。これをすることによってですね、今スピーカーが、音が鳴らなかったりとか何か不具合があったりとか、するので、そのチェックを順番にしていってるっていう工程になってます。一斉にですねスピーカー全部、音が出る状態でチェックしてしまうと、どこのスピーカーが鳴っていないとか、そういうことがわからなくなってしまうので、必ずこのように一つ一つチェックするようにしています。一応今ミュートを外して音が鳴っている状態なんですけども、ちょっと映像だと音が小さくて分かりづらい状態になっていると思うんですが、この後ちょっと、全てのミュートを外して音を出していきたいと思います。はい、今ですねスピーカーのミュートが全て外れている状態になっているので、ピンクノイズ今このザー、あ、聞こえてきましたね、ザーっていう音が流れていると思うんですけれども、この音をですね、聞きながら、スピーカーのチェック、毎回行っています。はい、ピンクノイズでの、スピーカーチェック無事に終了したので、これからは曲を実際に流して、チェックしていきたいと思います。このように曲を流してですね、例えば、低い音がモコモコしてて聞き取りづらいなとか、あとは高い音がキンキンしてて耳がちょっと痛いなとか、そういった場合は、イコライジングをして、皆さんに聞きやすい音を作っていくっていう、形になります。はい、こんな感じで、ざっくりでしたが、宅周りの説明、させていただきました。はい、それではですね、スピーカーの紹介をしていきたいと思います。クラブチッタはですねこちら JBL のバーテックというスピーカーを採用していて、上からですね、8台分、バーテックスピーカーを吊っている形になってます。こちらはですねロー、ミッド、ハイ、3ウェイ構造のラインアレイスピーカーとなっております。
一番下はですね、こちらサブウーハー4台置いておりまして、超低音ですね、本当に低い音を出すための専用のスピーカーとなってます。はい、それではですね、パワーアンプの紹介をしていきましょう。パワーアンプなかなか聞きなじみがないと思うんですけれども、PA の卓から、信号が送られてきて、その音を増幅させて、スピーカーに送るという、装置になってます。コンサート会場ですと、やはりあのような大きい音が出るので、このパワーアンプを使って音を増幅させて、迫力のある音を、生み出していきます。はい、クラブチッターサウンドシステム紹介、今までしていきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。なかなかね、こういったプロの音響機器っていうのを見る機会って本当にないと思うので、少しでも楽しんでいただけたら、よかったかなと思います。今後ですね、こういった、プロ専用の機器、照明だったり舞台装置だったりいろいろ紹介していきたいかなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。クラブチッタですね、SNS、最近ですねアカウントを作りまして、Twitter、Instagram、Facebook 等々始めましたので、ぜひぜひそちらもフォローお願いできたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。